はい、こんにちは。今日は飲み物動画レポートです。今日は一緒に見ていただく動画の方は UCC シリーズのバリスタ、 UCC のバリスタシリーズですかね、キャラメルラテミルク 50% という飲み物です。こちら乳飲料と書いてあるんですよ。コーヒーと書いてますよね。一応、なんて言うんでしょう、カフェオーレみたいな感じなんですかね。ちょっとラテの意味がちょっと分からなくてすいません。じゃあとりあえず飲んでみようと思います。あ、すごい、ミルク 50% という感じで、すごい白っぽい感じです。一応開ける前によくは振っているんですけれども、そうですね、ミルク 50% と読んでいれば納得いくその色合いという感じでしょうか。それではいただいてみたいと思います。キャラメル、そうですね、キャラメルっぽい感じで、それにそうですね、ミルクコーヒーという、感じの味がします。ちょっと自分は苦手な感じですね。ちょっともう一回試してみますね。やっぱり苦手な味ですね。すごくキャラメルの感じが口の中に広がって、あとそうですね、口の中にコーヒー牛乳がそうですね、入ってくるような感じで、で飲んだ後はキャラメルの味がずっと口の中で残っているという形ですね。甘い飲み物好きな方にはおすすめかもしれないんですけれども、ちょっと自分は苦手です。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。